2013年8月21日、非日外交関係設立140周年、記念イベントフアンカルロス・カプニャイ・チャベースは、ペルーの外交官、大使。2014年から2017年にかけて在中国、大使、2015年から2017年にかけて在モンゴル国大使を務めていたが、これが外交官としての最後の宝職となり、2018年1月に、大官。 また、その前には、中日大使、外務省アジア太平洋局長、在北朝鮮大使を歴任している。極日大受賞受賞者。2008年12月11日、ペルー政府より中日大使に任命される。2009年2月20日、皇居で新任状を法定。中日大使として在任中の2009年と2011年の8月6日、カプニャイ大使は、 広島で開かれた平和記念式典に参列している。2012年2月28日に、朝日大受章を受章。同年3月7日、カプニャイ大使は夫人を伴い皇居の御所を訪問して、上皇后に面会、離任の挨拶をした。2014年8月27日、在中国大使に任命される。同年10月16日、 北京の人民大会堂で習近平国家主席に信任状を法定。2015年7月7日、在モンゴル国大使としてウランバートルを訪問し、サヒアギーエルベグドルジ大統領に信任状を法定。2015年8月20日、在北朝鮮大使として平壌を訪問し、万寿大駅自動で最高人民会議、常任委員会の金英南委員長に信任状を 法廷。カプニアイが在北朝鮮大使として在任中の2017年9月11日、ペルー政府は北朝鮮がアンポリ決議に繰り返し露骨に違反し各開発計画を放棄せずにいることを考慮したとの理由を挙げて、金マナブアキラ在ペルー北朝鮮大使をペルソナノングラータに認定し5日以内の退去を命じた。その2日後の9月13日、 ペルーのリカルドルナ面倒ガイム大臣は、同国が北朝鮮との関係を維持することは、不適切であると判断したとの認識を示した上で、カプニアイ大使の在北朝鮮大使としての任務を終了させた。2018年1月1日、カプニアイ大使は退官した。ありがとうございます。